なんなんだマジで、病院で起きてから俺の彼女って名乗る女子が二人も現れるとか、現実味が全くないんだが。大丈夫ですか長月くん。あ、はい、大丈夫です。ちょっと考え事してただけで。それより、こちやさないですよ。あ、そうでしたね。さなえさんはなんで俺の家に入れたんですか？前に長月くんからお家の合鍵をもらってたからですね。そうだったんですか。それより、長月くんお腹空いてますか？今から夜ご飯作ろうと思うんですけど。あ、それじゃあお願いします。わかりました。ご両親がお二人ともいないって結構不便じゃないですか？いや、そうでもないよ。俺は俺で自由にやってるから、親のことは何にも言えないかな。それに俺一人で何にもできないわけでもないから。あれ？そういえばなんで父さんも母さんもいないんだ？なんか仕事とか？いやでも俺何も聞いてないし。ああもうわけわかんねえ。それでも長月くんが入院してる時くらいは戻ってきてもいい気もしますけど。お二人ともそんなに忙しいんですか？さあわかんない。二人とも俺に仕事の話とかしないから。そうなんですね。お話は変わりますけど、今日泊まってもいいですか？はい。ダメですか？いや、さっきも言いましたけど俺は記憶が曖昧らしく、サナエさんとも今の俺からしたら今日初対面ですから、いきなりうちに泊まりたいと言われても、俺の方の準備とかサナエさんとかの準備も。私の方は長月くんにお願いして着替えとかは置いてもらってますよ。マジかよ。いやいやいや、だとしてもですよ。なんかほら、なんかあるじゃないですか。落ち着いてください。長月くんが嫌って言うなら私はちゃんと帰りますから。夜ご飯作ってもらって帰ってくれっていうのは本当に気が引けるんですけど、今日はそうしてくれるとありがたいです。記憶が曖昧なら仕方ないですよ。早く記憶が戻るといいですね。ですね。言えねえ、もう一人俺の彼女っていう子がいるなんて言えねえ。っていうか、俺別に記憶喪失ってわけでもないんだよな。二人との記憶が全くないってだけで。でも仮に俺が記憶喪失だとして、もみじとさなえさん、俺はどっちと付き合ってたんだ？なあもみじ。ん？こちやさなえさんって知ってる？知ってる。は？マジで？うん、同じクラスだし普通に仲いいよ。マジか。さすがに同じ学校で二股はダメだろ過去の俺。するなら違う学校の子にしろよ、ダメだけど。さなえさんと何かあったの？いや、何かあったと言いますか何かあったらしいと言いますか。詳しいことは今の俺にもよくわからない。何それ。まあ、喧嘩したとしても早めに仲直りした方がいいよ。あとあと二人の仲裁役になるのは私嫌だから。ほら、夫婦喧嘩は犬も食わないって言うからね。私は犬じゃないし、千秋くんとさなえさんは夫婦じゃないけど。いろいろ引っかかる。もみじの口ぶりだと俺とさなえさんもそれなりに仲がいいみたいに聞こえる。それに、二人が知り合いな上仲がいいってなると俺はどう過ごしてたんだ？さすがに学校なんて狭いコミュニティでバレずに友人同士の二人と同時に付き合うなんてどう考えても不可能だろ。過去の俺はマジでどうやってたんだよ。いきなりどうしたの？無理難題な状況を過去の俺はどうやってうまいことやってたのかなって思っただけ。はぁ？なんか気が気じゃなくてなんかいつも以上に疲れた。今日はさっさと帰って寝よ。あ、いたいた、千秋くん一緒に帰ろ。うん、いいけど、毛の方向一緒だったの？そうだよ。千秋くんは覚えてないかもだけど家も結構近いよ。ちょっと聞きたいんだけど、もしかしてもみじってうちの合鍵持ってたりする？うん、前に千秋くんが渡してくれたの持ってるよ。過去の俺は二人に合鍵渡しておいてヤバくなるとは思わなかったのかよ。ってことはうちに来たこともあるのか。まあ、うん、帰るか。帰ろ帰ろ。千秋くんって今どれくらいの記憶がないの？どれくらいか。割と記憶自体はあるんだけど、なんでかもみじのこととかは全く覚えてないって感じかな。まあ、昨日からあんま変わらないかな。日常生活とか学校とかは苦労しない感じ？そんな感じ。って言っても、俺自体記憶喪失だとは思ってないんだけど。もみじはさ、なんで俺と付き合ってるの？え？急だね。高校に入ったばっかりだったかな。それくらいの時期に千秋くんに助けてもらったんだよ。それでそれから仲良くするようになって1ヶ月前から付き合うようになった感じ。まあ、助けてもらった時に一目惚れした感じだね。一目惚れか。む、信じてないな。いやいや、信じてる信じてる、超信じてる。怪しい。その他にも怪しむべきところはあるでしょうに。まあでも、俺も一目惚れしたことあるから、ちゃんともみじの言ってること信じてるよ。ええー、初めて聞いた。千秋くんの一目惚れっていつの話？あ、高生？あれ？おかしくね？俺今高校生じゃん。高校入ったばっかりくらいってこと？かな？わかんないや。記憶喪失だね。だから、違うって。
でも、確かに今のは記憶喪失でもないと説明がつかないか。俺って記憶喪失なのか？まあ、どっちでもいいけど、千秋くんの家近いしよって言っていい？ああ、今は俺以外誰もいないらしいからいいよ。ちょっとここで待ってて、少し掃除してくるから。わかった。お帰りなさい、長月くん。え？なんでいるんですか？なんでって、昨日も言いましたけど合鍵持ってますから。違う、そういうことを聞いてるんじゃなくて、なんで今日もいるんですか？ああ、昨日の長月くんの様子がおかしかったので心配できちゃいました。心配してくれるのは本当にありがたいですけど、今日は、やっぱり長月くん様子がおかしいですよ。記憶が曖昧って言ってましたけど、何か他に私に言ってないこととかあったりしますか？やべ。どうする？変にごまかすのもあれだし。かといって正直に言ってもそれはそれでやばそうだし。何か私に言えないことなんですか？いや、なんて言えばいいのか。言い訳にしか聞こえないと思うけど今の俺はサナエさんたちの記憶が曖昧だから。千秋くん、もう入ってもいい？タイミング悪すぎないか。